はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。東京に、日本にチャンピオンが、メンズフィジークの王様がね、来ました。まあ、メンズフィジークの王様ってさ、エリン・バンクスもライアン・テリーもブランドン・ヘンドリクソンもレイモンド・エドモンズもジェレミー・プエンディアもみんなハトクマ王様って呼んでるんだけどさ、まあ、王様何人もいるんかいっていう感じなんですけど、はい、ブランドン・ヘンドリクソン含めですね、超有名選手が浅草にいました。なんで浅草にいるのって感じですけど、まあ、スティーブン・カオもいたみたいだし、アンドレ・ファーガソンもね、いるし、ローガン・フランクリンもいるし、っていうところなんですが、まあ、アンドレ・ファーガソンのね、動画、アンドレ・ファーガソンの動画じゃないんですけど、田口純平さんのアップデートをした際に、まあ、ちょっとね、触れていて、まあ、皆さんね、まあ、もともとチェックしていて、知っていたっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、この選手たちがスポンサーを受けている、ダルクスポーツ、ダークスポーツっていうのかな、まあ、そこの、まあ、ツアーイベントでですね、日本に来たんですね。まあ、日本とのコラボ商品が出るのかな、武士道ってね、書いてあって、で、まあ、東京観光を含め、まあ、ちょっと撮影含め、今来ているみたいです。これさ、まあ、結構ハトクマの視聴者さんね、都内の方もいると思うんですけど、浅草行ってた人さ、いましたか？まあ、平日だからなかなかね、いないかもしれないんですけど、もし見たよって方いたら、ぜひね、どんな感じだったかって、コメント、まあ、DM とか、まあ、含めてください。これ、やばいよね。別にさ、だから何かが起きるってわけの動画では今日ないんだよ。ないんだけど、ブランドン・ヘンドリクソンとアンドレ・ファーガソンがさ、まず、まあ、もう和解したっていうか、仲いいけど、一時期さ、超犬猿の仲だったじゃないですか。むちゃくちゃ仲悪かったじゃないですか。そんな二人がさ、ゴートレしてるのもそうだし、まあ、ローガン・フランクリンなんかは、個人的に今年すごく楽しみにしていて、まあ、コーチをね、パトリック・チューワっていう、まあ、人に変えたんですよね。で、まあ、大会もうちょっとしたらね、出るかなっていうところなんですけど、まあ、クラシックフィジーク、今年も出ますので、まあ、ハトクマ大好きな選手だから、みんな知ってる人はね、知ってるかもしれませんけど、まあ、そのローガン・フランクリンが東京にいたんだって。ま、行けばよかった、本当に。浅草にいたんだよ。やばい。で、今から多分京都とかに行くのかな。はい。まあ、なんかもう東京からは移動しちゃってるね。みたいなんですけど、まあ、浅草にいた後はパワーハウスジムでね、トレーニングをしてたみたいです。埼玉にだからさ、その行ってるんだ。埼玉にも行ってるんだ。いたんだよ、埼玉に俺は。てか住んでるから。いや、これマジ。いや、ローガン・フランクリンも、ブランドン・ヘンドリクソンも、アンドレ・ファーガソンも、まあ、他の選手もそうだけど、よだれもんでしょ、こんなのっていうね。はい、まあそんなね、とんでもないことが実は行われておりました。別になんかその日本の何かとコラボ、まあイベントでさ、日本人の選手がいたとか、そんな一切ないですよ。前のジェレミーみたいなね、ことは全くない。だけど、いや、これ、でさ、まあブランドン・ヘンドリクソンね、体めっちゃよく、なんかちょっとさ、まあ、その体が出ていたので触れると、まあ、ローガン・フランクリンはまずバッキバキなね、体になっているんですけど、まあ、ブランドン・ヘンドリクソン、ちょっとこう体つきをね、変えてきてるんじゃないかなっていう、まあ、別にポージングをさ、ちゃんと撮っているわけではないし、それを見たわけではないから、まあ、トレーニングしてる時に上乱になってる、それを見た憶測ではないんですけど、まあ、去年のオリンピア、そしてま、一昨年のオリンピア含めてですね、まあ、ジャッジからいろんなフィードバックはもらっていて、まあ、このあたりこうしないとみんな、特にま、ブランドン・ヘンドリクソンの場合は、まあ、背中がま、一番大きいところではあると思うんですけど、まあ、このあたりね、まあ、今年のオリンピア、出てきて見れるということであれば、かなり面白いんじゃないかっていうところをプラスして、ちょっと心配なのは、アンドレ・ファーガソンですね。まあ、次どの大会に出るのかは全くわかりませんが、若干トレーニングして休憩している時のお腹周りっていうところが、ちょっとだけ個人的には、まあ、気になったところではあるんですが、ただサイズ感はね、なんか単体でいつも映ってるじゃん。まあ、大会以外は基本的に単体じゃないですか。ゴートレしてる時にさ、ブランドン・ヘンドリクソンとかとゴートレしてて、すれ違う時とか、なんかローガン・フランクリンのポージング見てる時とか、まあ至る所で出てくるアンドレ・ファーガソン、こんなに分厚いの、こんなにボリュームあんのって、ちょっとビビった。はい、まあそんなアンドレ・ファーガソン、だからハトクマの、まあこっからの願いは、アンドレ・ファーガソン、まあ、ブランドン・ヘンドリクソンもできればですけど、まあ東京に残ってもらって、まあ日本に残っていただいて、そのままですね、3週間後ぐらいに行われます東京プロあるんですよ。これ
今年のオリンピア出れる。特にアンドレ・ファーガソンは今年のオリンピアっていうところですね、もう絶対出るっていうところで、まあ、狙いに来てますので、東京プロどうですか、出ませんか、なんか誰か絶対なんかそういうなんか声かけてんじゃないかなってなんかちょっと思ったりもしてるんですけど、はい、皆様いかがでしょうか。まあ、とにかくですね、まあ、今回日本にメンズフィジークの王を含め超スーパー選手たちがね、来日してきてたということで、これ改めて見たよっていう方、これ街普通にブラブラしてっから、ブラってっから、あの見たよって方いたらぜひですね教えてください。そして写真撮ったよっていう方いたらぜひこっそりハトクマに DM で送ってください、お願いします。はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、そのすごい何か特大ニュースとかアップデートっていうわけで全くないね、動画もだから雑談ってまた頭に書いておきます。日本にとんでもない男たちが来日していた、そんなお話でございました。ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。今日もう一本ね、大会結果動画上げますので、そっちもぜひ見てください。そしてまたですね、ハトクマチャンネルの登録、まだされていない方いましたら、ぜひですね、登録の方もしていただけると嬉しいです。お願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。